皆さんこんにちは、お城インスタグラマーの香里です。今日は伊能忠敬が30年を過ごした千葉県佐原に来ております。小江戸佐原の魅力をじっくり堪能していきたいと思います。では行ってきましょう。佐原だと思ったら佐原だった。こちらは中村乾物店です。明治25年に建てられた店舗で土蔵造りの建物になっています。当時最高の技術を駆使して作られた防火構造の建物で、完成には2年以上かかったと言われています。佐原はすごく街並みがかなり綺麗に整備されてて、歩きやすいし、とても観光に向いている場所かなって思います。こちらは中村屋商店です。なんとここは安政2年に建てられた建物なんです。すごい水が、ジャージャー橋だって。こちらは将軍堂です。この建物は明治13年に建てられた本屋さんです。店舗は黒塗り土蔵造りの見せ蔵の形式を今に伝える重厚な建物です。小江戸って言うと川越が思い浮かぶけど、こっちの方が地区全体が整備されてて、なんか江戸時代感出てますね。江戸時代感出てる。江戸時代感がすごい。こちらは小堀屋本店です。この建物は明治33年に建てられた建物で、このお店は天明2年創業のお蕎麦屋さんなんです。なんか佐原の地図だけ見ると結構歩くのかなって思ったけど、10分あれば一周できちゃうぐらいの、結構ねちっちゃくってコンパクトな、そう本当にサクッと行ける観光スポットです。あちらに見えます建物が伊能忠敬の住んでいた旧家だそうです。早速行ってみましょう。伊能忠敬知ってますか？知よう地図の方。日本地図を初めて作った人なんだけど、生まれたのはここじゃなくて、ここは伊能家に入り婿としてここにやってきました。入り婿としてやってきて30年間こちらで住んでいたそうです。伊能家のお宅が無料で公開中ってことなので行ってみましょう。使っていました。幅1間の帳場、7畳半、2部屋の座敷があり、土間の上には小屋裏があります。結構広いね。しかも無料で公開してるなんてね、全然楽しかったね。これももしや中入れんの？すごい満足度が高い。すごい良いね。この水郷のところを歩くのも3回目なんですけど、見てくださいよ、こんなにでかい無料の休憩所があるんです。無料休憩所です。クーラーガンガン効いてるし、しかも2階もあるんですよ。2階もこう座敷になってて、もう靴脱いで上がるタイプの町屋みたいな感じになってるんですよ。こんなにね素晴らしい休憩所が無料なんですよ。しかも着付けもここでできるみたい。お着替え体験、レンタル着物屋さんもここにあるし、飲み物とかもあるし、こんな無料休憩所あっていいのかな。しかもね、反対側の伊能忠敬記念館方面にももう一個あって、どっちもね無料休憩所、クーラー効いてるんです。こちらに見えるのが正常です。この建物は天保3年に建てられた建物で、こちらの建物はほとんど建築当初のまま時代の店構えを時代に伝えています。
伝わるかな。空堀です。すごい掘ってある。さあ登っていきましょう。大滝城は駐車場から300メートルぐらい登ると到着するんですけど、かなり歩きやすいです。さて大滝城にやってきました。こちらの大滝城は徳川四天王の一人本多忠勝の居城でした。そしてなんと俗日本百名城にも選ばれたお城です。本多忠勝のお城っていうイメージが全然なかったんだけど、本多忠勝って千葉にいたんだね。なんかもうさ、徳川四天王とかさ、一番さ戦ってた時の後どこ行ったかとかさ、特に追っかけないよね。大滝城の天守は昭和50年に天保6年の図面を元にして再建されました。そういえば御城印とか俗百名城スタンプとかやってる人結構いると思うんですけど、大滝城も俗日本百名城のスタンプと御城印があります。こちらの大滝城分館1階で販売されてるみたいなので、よかったら行ってみてください。行ってきます。本多忠勝、この展示結構ボリュームあったね。これボリュームだった。例えば俗百名城のスタンプは1階じゃなくて2階にありました。御三年の駅の絵巻物みたいなのが結構衝撃だった。もう矢がめっちゃ突き刺さってるところとかあったよ。あーのどか、あ飛行機、あ大井戸だって。見えそう、なんかあのちょっとだけ見える。あそこに確かに見える。ここなのか。古代城主の本多忠勝の時に掘られたと言われ、周囲約17メートル、深さ20メートルで日本で最も大きな井戸の一つに挙げられていました。って忠勝、忠勝戦国最強。結構サクッと見て回れたね大滝城。うん。